なんで鹿には角が生えているの？みんなこんにちは、アテナくんだよ。なんで鹿には角が生えているんだろう。今日は鹿さんにお話聞いてみたよ。いや、僕は鹿。僕の角、かっこいいだろう。僕たちオスの鹿には角がある。でもメスには角がないんだ。なぜ僕たちオスにだけ角があるかって？それはね、メスをめぐって争うためさ。子作りの時期、僕たちオスはメスをめぐってお互いに戦うんだ。この角を突き合わせて押し合いをして戦うのさ。勝ったオスは縄張りを作ってそこにやってきたメスと結婚するんだ。でも僕たちオスだって生まれた頃や小さい頃は角が生えていなかった。大人になるにつれて角が生えてくるんだ。角は毎年生え変わり、4歳になる頃にはもう結構立派な角が生えているんだ。毎年冬の終わり頃になると角が根元からすっぽりと取れちゃうんだけど、春になるとまた新しい角が生えてくるんだ。そして夏から秋にかけてまた立派な角になっていくっていうわけさ。今日のまとめ、鹿はこの角でメスをめぐって戦う。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。